私、国際親善団体の代表を務めております。葛飾区議会の中では外国人労働者問題で最も厳しい意見を言わせていただいている議員でございますけれども、国際親善の交わりとして務めさせていただいております。ちょっとね、外国人犯罪のお話をさせていただきたいと思います。今、葛飾区内には2万3000人の外国人がいて、その半数以上がいわゆる最近中国の人たちなんで、ね、全国的に見ても圧倒的多数が中国です。そして韓国、朝鮮、次にフィリピン、ベトナムと続きます。ところが犯罪件数でいくと圧倒的にベトナムということになるんですね。でこれね、やはりそこには原因があるんですよ。去年11月にベトナム人の熊本の事件がね、ございました。ベトナム人のみかん農家で働く若い女性が妊娠をして誰にも言えなくて自分で出産して双子の赤ちゃんが死んでしまったという事件が、こういう悲惨なことも、ね、起きている。何を起きるか、借金をして日本に来ているからです。借金、ことというのは今ベトナム人が犯罪を犯しても日本に来て、最も外国人犯罪が多いベトナム人です。これはね、コロナ禍で仕事がなくなって、100万円以上の借金を背負って日本に来るわけです。送り出し機関というベトナムの機関に100万円以上のお金を払う、これ二国間協定違反です。ですけれども実際には共産主義国っていうのはそういう賄賂がないと国外に出れない。で、そのうち100万以上の借金を返すためにね、毎月10万円とかを支払うわけですけど、これは仕事がなくなればね、犯罪も犯しますよ。豚泥棒とか子牛泥棒、最近はスイカ泥棒というのも随分各地で起きてます。で、こういう犯罪の温床となる原因となるのはね、そもそも国を出るときに送り出し機関に100万円を超えるような借金をしているからです。でこれは、ね、個人ではもうどうにもないことだからこそね、本来であれば政府間で話し合うべきです。でも、この世の中というのはもう流れができるとそう簡単に変わらない。だからこそね、一部ストップする必要があるんですね。ベトナム人の留学生も、本当は仕事をしたいのに留学生として、ね、夜働く。で、これ28時間以上週に働くと違法行為ということになります。で、実習生にしても同じ。実習生にしても安い賃金で働いていて毎月10万円支払って、その上でね、また、仕事がないからといって、待っているわけにはいかない、そうすれば泥棒でも何でもせざるを得ない状況に追い込まれる。でもこれは、個人では解決できなければやはり政府間で、次に話し合いをして、でそのためにこの流れを止めるということもね、私は必要であると考えております。よく株価共生って葛飾区議会でも株価ね、議員の皆さん一般質問の中でもそういう言葉を口にしますけれども、私は国際親善を生業としてやってきた株の経験からもね、異文化と交流するというのはすごい大変なことです。私も参加みたい目に遭ってきました。だからこそ不言を呈するというか、外国人労働者問題には厳しい、意見も言わせていただいているんです。で、今こういうベトナム人犯罪が、外国人の中で最も多いという、ね、これはただ批判するだけではなくてその原因となるところをね、きちんと、除去する必要があるんですね。除去というのは借金をして日本に来るこういうシステムを残さなきゃいけない。そしてね、日本に来て苦しい、ひどい目に遭った、そういうようなね。
韓国から指名手配されてます日本国民党代表葛飾区議会議員の鈴木信之です。今日はここはね、新柴又駅というところに来ております。柴又はね、もうちょっと先なんですよ。帝釈天の駅ね、その僕の地元の鎌倉町に、ちょうどギリギリのところに新柴又駅があります。今日はここでね、皆さんに、僕の朝凱旋聞いてもらうんですけど、そのね話の一つとして、昨年の11月に熊本のねみかん農家で働く技能実習生のベトナム人女性なんですね。妊娠したのを誰にも告げずに一人で産んで双子を産んで、その子は死産で死んでしまったと。でその死体を自分で始末したら死体遺棄じゃないですか。死体遺棄ということはこれ犯罪者になったんですね。かわいそうだけどこれ犯罪なんです。でもよく日本でも今ありますよね。自分でね、ネットカフェなんかで子供を産んだ、ビジネスホテルで産んだ、誰にも言えない。でそれで、一人で産むっていうことは大変危険なことで、自分の命も危ないかもしれない。でなんでそんな状況になるかといえば、日本人でもあるのはベトナム人の場合は、向こう出るときに、その女性も150万円の借金背負ってます。で150万円の借金を背負うってことはね、これ大変なことですよ。だいたい100万円以上借金を背負うんですけど、日本とベトナムの政府間の、これ協定違反ですよ。つまり、あちら側の送り出し機関の、賄賂ですね、違法な行為がある。でもみんなそれをやってる。やらないと日本に来れないわけですね。今、日本の外国人労働者の犯罪者数トップは、チャイニーズじゃないですよ、中国じゃないですよ、圧倒的ベトナム人、圧倒的なベトナム人ですよ。人数でいうと圧倒的、チャイニーズ、中国の人たちが人数1位ですよ。ところがベトナム人犯罪者が圧倒的1位になってしまった。その背景にはね、借金を背負って日本に来て、働いているってことなんです。つまり、道具や部品じゃないですからね。こういう日本がコロナ禍で仕事ができなかったりね、収入が落ちても仕送りもしなきゃいけない、借金の返済しなきゃいけない、1人毎月10万円返済する、そうすると1年でも返済し終わらない、そうなると自分たちが食べていくために稼ぐ、それで犯罪をね犯したり、動物泥棒と、この間もスイカ泥棒ってありました、豚泥棒、牛泥棒ね、ああいうことがありました。そうやらなきゃいけないような状況に追い込まれるっていうのは、これははっきり言って個人では解決できないですよ。政府間で解決すべきことです。ベトナムっていうのは共産主義国ですから、共産主義国っていうのはこういうね、役人に対する賄賂とか不正が横行するんです。これが共産主義の実態ですよ。でそうなるとね、まずベトナム人労働者はまずストップすることですよ。ストップして政府間協議して、この送り出し体制どうにかしろと。で日本も日本なんだよ、安いね労働力、人材って材料としてね、部品としてね人間を扱って、安い労働力いいじゃないかとね。でも中国もだんだんこう高い賃金求めてくるような、これ他のバングラデシュでもどこでもそうなんだけど、例えば、こっちのコンビニとこっちのコンビニで連絡取り合ってね、賃金を上げろっていう交渉をしだしてるわけですよ。だけどまだベトナム人はね、ベトナム人多いですよ、日本にいるベトナム人25万人以上いますからね。だけどそういう中でね、どういうふうにしたらっていうこと、中国人ほどのネットワークないからまだ安く使えると、それでどんどん入れると、そしてこういう犯罪が起きてる、犯罪の温床となってる。でこういう体制はもう個人じゃ解決できないから、政府間で協議するんだけれども、その前にまず止めなさいということですよね。勉強もしたくないのに、日本語学校に入れてその借金まで背負わしてね、で夜働かせる、で技能実習生にしてもそうだよ、借金背負ってくる、
で、こういう共産主義国からの送り出しっていうのはまず止めて、政府間でしっかり協議をしてね、こういう不幸な体制にならないように仕組み作り、制度設計をし直すっていうのが大事なんです。多文化共生社会のこれが実態ですよ。あの葛飾区議会でもね、議会の中で多文化共生ってなんかバラ色に語る人いますけれども、バラ色じゃなくて暗部、マイナスの部分もしっかり見てね、制度設計間違えてるものを間違えてんだから。まず外国人留学生制度の間違い、これ労働者ですからね。そして、はっきり言いますとね、僕フィリピンの皆さんと付き合ってますけど、優秀なフィリピン、アメリカ行きますよ、ね、日本に来る人は彼ら英語できますから、アメリカに行けない人が来る。でそういう人たちを安く使うというね、こういう考えが間違いだ。それがまた犯罪の温床になるんだから、まずストップしなさいということを言わせてもらってます。あの大東亜戦争で、アジアは植民地支配されていた、欧米列強に支配されていたアジアを解放したね、日本ですよ。その日本が、アジアから搾取するなんてね、こんな多文化共生なんていうのはぶっ潰さなきゃいけない。多文化共生社会が実態はこういうもんだということを鈴木伸之は議会でも訴えます。